ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。わ、どうも、おもひげです。ってことでね、今回は、あんまり使ったことがない武器シリーズってことで、スラッシュアックスの方を、やっていきたいと思います。スラークはね、もう、スラークもね、挑戦しようと思ったんだけ、時あったんだけど、挫折しちゃいました。なので、かなり、やった時はありません。かなりやった時はありません。いや、難しいっすよね、スラークね。ちょっとボルガノス先輩をね、今回はやりたいんですけどね、ボルガノス先輩見つけるのが大変なんですよね。あ、いた。いたわ。あ、違う違う違う。何余裕ぶっこいてんだ。なんか、剣を使って、何ですか？剣を使って、このゲージを貯めて、そして、解放みたいなして、必殺技ですよね。全然わかりません。どっちが剣？あ、これ剣か。お、いいじゃない。あ、で、なんか、お、これもうできるんじゃないか。属性解放斬り、張り付き属性はどうやるんだっけ。うわ、なんだこいつ。いけ。お、張り付いた、張り付いた。お、すごい。これでいいの、やり方。やり方忘れちゃったなぁ。全然わかんない。 縦にできないんだっけ、あれは。チャークか、どこ行った。なんだよこいつ、せこいな。わかんねえ、全然わかんねえ。緑のゲージ、あの緑のゲージをどうするんだっけ。わ、やばい。勉強ぐらいしてこいよっていうね。でも、わ、かなり攻撃力高いっすね。振り回し、炎振り回し。あのゲージは何だったっけな。まあ、このスラーク可愛くないですか、そういえば。この、ハートマークの。うわー、ね、イルカショーみたいですね。水族館の。おお。古代魚シーラカンス、この攻撃結構いいんですよね。お、すごい。炎の方強いんですかね。剣に変更しよう、貼り付け。あ、分かったが、もう、あの細い真ん中のゲージがある間に剣でさらに外のゲージを貯めると。違う、合ってるよね、多分そうだよね、確かそうだった気がする。で、
外側のゲージがいっぱいになって三角丸を押したら張り付いて、開放切りでしたっけ？なんかできるんだよね。お、乗った。 予想外だけど乗ったぜ。 結構楽しいですね、使ったことない武器シリーズ。これちょっと流行るんじゃないですか。みんなにもどんどんやってほしいですけどね。まあただ結構時間かかるね。20分張りとか15分張り 10分張りでね、終わらせたいですけども、と5分張りは無理っすね。いまだに針の使い方、あ、これで違う、もったいない、もったいない、あ、全然 首痛そうっすね。全然攻撃できなかった、最悪だ。なんかいる？いない？わあ、まひってる。そいつまひらせても意味ないぞ、にゃん、ここ。 こいつまひらせろよ、バカが。なんでケストとまひらせてんだよ。 かわいいな、にゃん、ここは。てか遅いっすね、スラーク動きが。この歩くときに走れない。意外とあれですよ、ハンマーとか結構速いですからね、動きが。あれ？失敗した？あ、やばい。毒？リオレイ、レウスアシュか。レウスアシュやらもう、うぜえ。うぜえって。やばいやばい、カオスカオスカオス。カオス、カオスすぎ。まあスラークもちょっと慣れてきたかもしれない。なになになに、とにかくゲージを貯めることだよね。え、ここで？やばいやばい やばい、熱い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 。あと考えてる企画というか、もう何ですか、練習なんですけど、太刀の見切り組の練習したいなと思って。僕あんまり見切り切りできないんで、もう地道にゲージを貯めていくタイプだったので、あんまりね、見切り切りうまくないんすよね。なのでちょっと太刀の見切り切りの練習の動画とかね、あげれればなみたいな。でもね、見切り切りできればね、もう太刀はね、めちゃめちゃ強いっすよね。多分一気に上達しますね、見切り切りうまくなったら。タカティンさんに並べるんじゃないかな。てかさ、このスラークどうやって剣に戻すの？すぐ斧に戻る気がするんだけど。
遅い、あとタッチとか結構早いんだけど、ウラガンキング、うわ痛い痛い痛い、やばいやばい、痛い痛い痛い、うざい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 、うざい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 、うざいうざい、ほらこれで切り解放切りがさやりたいんだけど、全然ゲージがたまんない、やばい、研ぎたい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 、あ、チャンス、チャンスだけど研ぎたい、よし、ナイス、なんかニャココすごいタイミングでいつもやるな、お前いつもさ、変なタイミングで紛らせるよね。お、これでできるんじゃないかな、もしかして、あれ、しまったらもしかして戻る、せっかく貯めたのに。あ、スラークあと瓶とかあったよね、なかったっけ、チャークか瓶がよくわかんない、どうやってつけんの、やばいやばい痛い、え、属性解放できないんだけど、なんで、外したのかな、なんか来た、何来た、バゼルいる、ボルカノス結構早いな、あ、でも足引きずってるね、待ちなさい、解放切りさせなさい、はい、追い抜きます、失礼します、寝かせないぜお前、寝かせないよ、寝かせないよね、これさ、なんで剣じゃないの、あ、寝た、俺も寝ようかな、寝ようぜ、おやすみじゃねえよ、シャキーン、あ間違えた、剣じゃないの、なんで剣じゃないの、でもさ、普通の解放蹴りも確かできるんだよね、張り付かないけど、てかさ、ボルガノスってなんで自分から柔らかくなるの、それがいまいちわかんない、痛い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 、おめでとうじゃない、痛い、やばい、なくなった、もうすぐ終わるだろう、これ最初斧が出るのが剣、剣でよくない、剣で
必ず斧が出るんだけど。またまひってる。うわあ全然できなかった。あ、属性解放が全然できなかった。最初だけだったな。あ危ない。ほら斧が出る。これ剣が出てほしいんだけどさ。よし、どっち行け。お、あれこれか。なんか三角押すんだっけ。どっかで三角押さなきゃいけないんだよね。これいいね、気持ちいいっすね。いけ。おお、結構食らってるじゃない。モルガノスさん粘りますね。まだ死にません。お、貼り付けるんじゃないの。てかさ、剣になしておってほしいよね。ほら、あ、まだ。やっぱさ、慣れない武器はね、手こずりますね。飛びつき。ここで決めたい。しまった。あれ、また外した。うわ、やばい。あぶねー。なんかしょぼいっすね。なんかすいません、しょぼい企画になって。なんかうまくできないっすね。やっぱりね、使ったことない武器はね、見応えがあるようなないような。まあでもね、面白いっちゃ面白いっすよね。はい、すいません、こんな感じです。いやー、まあスラークはこんな感じですか。もうちょっと慣れないとね、ダメですね。次はチャークとか、イビルジョいますけど。邪魔すんな。ってことでね、はい、まあこんな感じです。どうも、おもひげでした。イエーイ、機械獣猫ちゃん。